Your radio station。FM Naha。沖縄ビジネスサテライト。沖縄県内の法人は約2万5000、昨年だけで1800社ものの会社が誕生しております。この番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業サポートに励む3人のコンサルタントがビジネスに役立つ情報をお届けいたします。毎週ゲストに県内の経営者をお招きし、開発秘話や大ピンチ話などぶっちゃけ話などを聞き出します。うちのうちの皆さん、あなたがよく知っている商品や会社の裏話聞いてみたくないですか？皆さんこんにちは。沖縄ビジネスサテライト、本日の、MC は私シーマコンサルティング株式会社経営ビジョンアドバイザーの、金城勤でお送りいたします。まずは私の自己紹介の方をしておきましょう。私は企業及び個人事業者の資金調達を含めて課題を解決するための事業計画の作成、具体的には企業のですね、まず現状把握を行って、その企業のどこにボトルネックがあるのかを見つけ出したり、あるいはまたどこにですね経営資源があるかを見つけ出して、経営者のですね頭の中にある課題を計画書という紙に落とし込んで、創業の計画から、あるいは既存事業と新事業の相乗効果が見込める計画の、計画書のサポートや、あるいはこの実際にですねこの計画が予定通りに進むためのいわゆる PDCA 支援、計画から始まり行動、チェック、再行動をのサポートの方を行っております。本日は、私の方が、沖縄ビジネスサテライトのナビゲートの方をいたします。早速、ゲストをお呼びいたしましょう。本日の、ゲストは、紅葉庵の中間さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、中間さん、はい、創業はいつ頃、はい、この、紅葉庵を創業されたんですか？はい、私はですね2014年、はい、3月なので、はい、だいたい5年半ですね。はい、5年半されてるんですね。もうすぐ6年目もうすぐ6年目、はいはい、なります。はい、じゃあ、中間社長が、創業者ということでよろしいでしょうか？はい、そうですね。はいはいはい、じゃあ簡単にですね、はい、そのお仕事の方を、はい、ご説明の方をお願いしてよろしいでしょうか？あ、はい、私はですね鍼灸師でして、鍼灸師、はい、で宜野湾の伊佐に2014年に鍼灸、院を、はい、オープンして、はい、はい、で、基本的には女性中心で、うんうん、はい、施術をさせていただいております。女性中心ってことは男性はちょっといけないという感じですか？あ、男性はですね、はい、女性の方同伴であれば、あ、同伴であれば、はい、あ、例えばカップルとか、はい、 そうですね、そういうような形であれば OK だと、はい、OK です。なるほどですね。はい、はい、もともとですね、はい、どんな思いや経緯でですね、はい、創業に至ったのですか？はい、はい、お願いいたします。あ、はい、そうですね、私がですね、はい、中高とテニスをしてまして、テニス、はい、でその時に、うん、怪我をしたんですね、うんうん、で、整骨院に行って、うんうん、で整骨院に行った時にその時高校生だったんですけど、うん、男性の先生しかいなくて、うん、でそれでやっぱり思春期だったのでちょっとやっぱ触られるのにすごく抵抗があって、なるほど、はいはいはい、で女性のこう治療科というか、うん、先生がいたらいいなっていうところから、うんうん、
またまたまうちの父親が鍼灸院に通っていたっていう経緯もあって、うんうんうん、でそれで鍼灸という職業もあるよっていうことと、うん、手に職っていうところがあったので鍼灸、うん師の方を目指したんですけれども。スポーツされて、はい、お怪我をされて、はい、それから鍼灸院を目指されたと、はい、実は私もですね、はい、私はバレーボールをやっててです、ね、はい、私も同じように、高校の時に、はいはい、2度ほど足を骨折してで、ですね、で、腰も痛めたりとかしたんですけど、はい、でそれで理学療法士を目指してたんですけど、うんうん、はいはい、断念して、はい、別の仕事をやってました。あ、そうなんですねそうですね、はい、そんな感じでされたんですね、はいはい、うん、でじゃあ、5年前ですね、はい、創業当時ですね、はい、スタートっていうかスムーズにいかれましたか。はい、そうですね、まずは場所選びから、うんうん、結構なかなか物件がいい物件が出てこなくて、うん、で鍼灸院っていうのは、うん、保健所の登録がやっぱり必要になるので、保健所登録、はい、はいはい、そうなんです。なので開設届を出すために、うん、保健所のその、一定基準の審査があって、うん、それを満たすところをまず探すのがちょっと苦労したっていうのは一つありましたね、うんうん、であとはもう私はやっぱりこうちょっと見切り発車の部分があったので、うん、こう経営のこととか何もこう学ばずに、うん、ただやりたいっていう一心で、うん、やっぱ開業したっていうのがスタートになります。あ、じゃあ、はい、とにかく鍼灸師として、はい、世の女性のために、そうですね、早く開業しようと、はい、というような感じです。そうですね、で勢いでやられた、勢いでやりました。はい、でそれで勢いでやって、はい、お客さんも たくさんいらっしゃいましたか。いやーでもやっぱり、はい、その前に1年ぐらい病院で勤めていたので、はい、その病院の、患者さんを持っていくっていうわけではないんですけれども、うんうん、来てくれるだろうなっていうのはちょっとあったんですけど、うんうん、やっぱそこは甘くて、うんうん、でやっぱこう自分の周りとかにもやったよって声かけるんですけど、うん、みんな行くねっては言ってくれるんですけど、うんうん、口だけって言ったらあれなんですけど、そういうのも口約束だけっていうのもあって、うん、やっぱ当初はすごくこう集客に、うん、こう苦戦しました、うん、はい、やっぱね、そうですよね、うん、大体皆さん最初は知り合いの方が来てくれるんですけど、はい、そうですね、ね、実際の知り合いじゃないお客様がですね、はい、なかなかっていう形で、そうですね、苦労されるとよく聞きます、はい、同じように、はい、苦労されてきたという感じですね、はい、でその時に、はい、苦労されて、軌道がですね、ある時から乗ってきたのかなと思うんですけど、はい、どれくらいの時間で、お客さんが、はい、知り合い以外のお客さんがですね、はい、増えてきたのかなってですね。そうですね、本当に徐々に徐々にっていう感じで、うん、で私の場合はどちらかというとやっぱ口コミというよりは、うん、ホームページを作ってから、ホームページ、はいはい、で、ホームページを作ってから、やっぱホームページを見てきてくださる方とかが、こうだんだん増えてきたっていうようなイメージですね。ホームページを見られて、はい、これ、例えば宜野湾の地域とかそれで探して、はい、で鍼灸院でしかも女性専員、女性の、はい、専門店という感じでやられて、はい、安心感があって、そうですね、ほとんどの方がおっしゃってたのが、やっぱり女性の先生がやってるので、やっぱそれが決め手になりましたっていう方が多かったですね、なるほどですね、はい、女性のお客様の中で、年齢的には、はい、どんな感じですか。ですね、私のところ結構幅広くてですね、若い方だとやっぱ20代くらいから、最近だとやっぱ80代の方まで、はいはい、幅広くやってますね。80代の方もあれですか、ホームページ見てきて来られたんですか。80代の方は、今年の5月に、ホームプラザ、ホームプラザ、はい、タイムズのホームプラザの表紙に登場させていただいて、はい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 、でそれで、お電話くださって、はいはいはい、でバネ指が、はい、なかなか治らないということでいらしてたんですけれども、でも そうですね、3、4回ぐらい施術した後に、バネ指もだいぶ楽になって、今はもう体調管理っていう形で、はい、今月に1回かないらっしゃってますね。そうなんですね、はい、いうことですね、その80代なんですね、はい、ね、仲間さんといい方に巡られてですね、はい、できてるっていう感じなんですか。はい、はい、分かりました。
そのですね、まあ、はい、まあ 今まさに軌道に乗せるためには、うん、はい、ホームページとか、はい、そういったもので、はい、まあ、情報発信をしたことがきっかけで、はい、まあ、お客さんの方が、はい、まあ、徐々に徐々に、まあ、増えていったというような感じで、そうですね、はい、で、あと、まあ、パブリシティ的なもので、はい、タイムズホームプラザの方に、はい、まあ、乗られたりとかして、はい、まあ、インターネットがなかなか扱えない、はい、まあ、ちょっと、ね、年齢が、はい、上の方でも、はい、まあ、そういったもので、はい、来ていただいて、はい、うまくいったというような感じに、はい、ですね、なんですね、はい、はいはいはい、でじゃ あ、 まあそういう形でうまくいきながら、はい、なんかこの5年間の間で何かですね、はい、大きなですね、はい、チャンスや、はい、まあ、転機みたいなものがやりながらありましたか、はいはい、そうですね、やっぱりその時々にこう、うん、なんだろうな、助けてくれる人が現れるというか、うん、まあ昨年で言うと、うん、経営革新、経営革新、はい、はいはい、も商工会の方からお話をいただいて、うん、でそれで、申請させていただいたら、まあ、今年の2月でしたっけ、2月、はい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 、2月に、この今力を入れている事業の方が、うん、新しい事業の方が、まあ、承認をいただけたりとか、うんうんうん、あとは、まあ、それこそ本当にそれがあった後に、うん、ホームプラザの表紙っていうこのところ、うんうん、まあ、そこは私の中でやっぱ起業した時に、うん、こう乗ってみたいっていう、うん、夢というか、うんうんうん、まあ、一つの目標だったんですけど、うんうん、それがまあ開業5年ちょっとで、うん、はい、こうできたっていうのは、うん、すごく自分にとってはこう大きな励みに、うん、はい、なりましたね。そうですよね、はい、まあ、本当に県内でね、はい、ご活躍してる女性のね、はい、経営者をね、はい、ね、取り上げていただいてですね、はい、そうですね、私も時々拝見ですね、はい、したりとかします。はい、はいはい、そうですか、はい、で、あとまたなんか今経営革新ということで、はい、まあ、私も、はい、まあ、経営革新のちょっといろいろ専門で、はい、やってはいるんですけど、はい、まあ、そういうのも取られて、はい、まあ、なんですかね、経営に対して、はい、まあ、まあ、まあ、なんていうんですかね、まあ、向き合えるっていうんですかね、はい、今までやってきたこととか、はい、あるいは、まあ、まあ、これからどうしていかなければいけないっていうのを、はい、考え、はい、またあと数字的な部分も見ながら作っていくっていうですね、はいはい、というところで、そうですね、うん、意外と、まあ、創業、まあ、やられてる方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ、私もですね、はいはい、いろんな方の相談を受けながら、はい、で計画を作ったり、はい、数字もなんか、ね、はい、この間ですね、話の中で、はい、まあ、個人の方だったんですけどね、はいはい、数字は確定申告を出す時だけのためにやってるっていうですね、ぐさって今来ましたっていう話が、はい、実際あったんですよ、はい、でだからいやいや、まあ、それも大事なことなんですけど、うんうんうん、話をしながら、はい、実際には計画っていうですね、うん、やっぱり数字を作っていくと、はいはい、で、まあ、その方も何ですかね、まあ、店舗経営というか、うんうん、お店にね、来店してもらうようなご商売されてたんですけど、はい、で、まあ、聞いたら、まあ、週1回だけお休みで残りを開けてるっていうことなんです、うん、はい、っていうことは私が話したのは毎日ね、はい、お客さんが来るんですよね、つまり毎日売り上げが立つんですよね、うんうん、って話したら、はい、いやいや1年で1回の、1回の、うん、確定申告だけじゃダメですよって話をしてですね、はい、毎日毎日が本当に、はい、売り上げが立って、はい、まあ、経費も出るって言ったり、はい、それを、まあ、変な話、まあ、25日で割れば、はい、固定経費も1日どれくらいかかったか分かるから、はい、それで今日は黒字か今日は赤字になってしまったかっていうのを含めて、うん、まあ、やられた方がいいですよっていうですね、うん、まあ、そういう、はい、まあ、アドバイスを、はい、まあ、したりとかしながら、はい、まあ、計画書、まあ、計画書に作られて、うん、はい、で計画書を作ってそれを見ながら、はい、確かあれ、スケジュール表とかありますよね。あ、はい、ありました、ね、ありますよね、はい、あれがあの通りに行動がいってるかどうかとかですね、はい、そういうのをやっぱり見組みながら、はい、まあ、ちょっと私が自分の自己紹介で話した PDCA っていうですね、はいはい、まあ、それをやっぱり日々、うん、日々繰り返し回していくっていうのが、ね、はい、まあ、大事かな。
そうですね、まあこう従業員がいるところもあれば、うんうん、私みたいにまあ個人事業っていうところもあると思うんですけど、うん、結構もう一人で全部やるので、うん、例えばもう広告もそうですけど、うん、SNS の発信だったりとか、うん、でお客様対応だったりとかっていう風にすると、うん、なかなかちょっと手が回らないところとかっていうのが、うん、やっぱ出てくるなっていうのはこうやっていて、うん、私もこう経営してみて、うん、すごく感じていて、うん、でも明日って言って、うん、結構気づいた1ヶ月後とかっていうのは本当によくあるので、うん、もうそこはちょっともうズボラにならないように、うん、日々見直しは必要だなって思うんですけど、うん、いざやっぱそうなると、うん、できない部分もやっぱあるので、うん、そこはまあ自分自身が、うん、こう意識する部分だったりとか、うん、改良の余地はあるなっていうのはすごく感じてますね、うんうんうん、いい感じで今その考え方が、はい、変わってきたって感じですか。そうですね、まあどうしてもこうもともとなんていうんですかね、治療院で働いてる時って、うん、やっぱりこう雇われているっていうのもありますし、うんうん、まあ院長とかがそういった経営のこととかをやられるので、うん、まあ、時間に見れるっていうか、うん、見れる場所もあると思うんですけど、うん、私の場合はそういうとこあんまり見せない先生についていたのでずっと、うんうん、なので、まあ、そういった意味でも本当に一から、うん、自分が開業した時からも一から、うん、自分でこうもう手探りの状態でやっていたので、うん、いろんなビジネスセミナーとか、うん、講師の方とお話ししながら、うん、あじゃあこういう風にしたらいいのかとかっていうのをもう本当に独学で、うん、もう学んできたなっていう でもやっぱりこうまだまだ私が分からない部分とかがやっぱあるので、うん、そういった部分を、まあ、商工会の方だったりとか、うん、先日ねよろず支援とか、うん、そういった、こういろんな支援があるんだなっていうのも、うん、やっぱりこう最近分かり始めてきて、うん、でまたそれをこううまく活用すればいいんだなっていうのも、うん、なんかこうやっと最近気づいたというか、うんうんうん、でもやっぱこう余裕がないとやっぱ気づかないと思うんですよね、うんうん、で自分で情報を取りに行かないと、うん、やっぱなかなか情報って入ってこないので、うん、そういう意味では、本当になんていうのかな、まあ、やめようかなって思った時期もあったんですけど、うんうん、商工会に入っててよかったなっていうのは、はい、あります。それちょっと聞こうと思ったんですよ、うんもうね、逆にねもうやりながら、まあ、この5年間の間で、うん、もうダメかなとかね、うんうん、ちょっとこのままだったら経営厳しいなってですね、はい、直面されたご経験がですね、はい、あるのかなっていうので、ね、聞こうと思ったんですけどね。そうですね、やっぱありますね。あります、うん、やっぱこうなんていうんですかね、こちらとしては発信して、うん、やっぱりこう、クライアントさんとか、うんまあ、お客様に来てもらえるようにって準備はしているけれども、うん、なかなかこう予約が入らなかったりとか、うん、でそれこそさっきおっしゃってたみたいに、うん、結局こう30日で割ると、うんまあ、1日の経費が出てくるので、うん、ってなると1人でもお客様がいらっしゃらないと、うん、やっぱもう赤にやっぱなってしまう、うん、でやっぱそういう日が続くと、うん、すごくこうメンタルがやられてくるというか、ブルーになりますよね。そうなんです。でしかもまた一人でやってるので、うん、誰にも相談できる相手がいなかったりとかすると、うんうん、もう一人で何が悪いんだろうって、うんうん、やっぱこう負のループにはまっていくこともやっぱあるんですね、うん、で私の場合はもう本当にまずは石の上にも3年じゃないですけど、まあ、まずは3年間は、うん、頑張るっていうところを、やって、うん、まあなんとかなんとかっていうところでもう自分の貯金切り崩したりとかしながらこうやってきて、うん、で、3年目になった時に、うん、やっぱりこう来てくださっているお客様のために、うん、やっぱ続けていくためにどうしたらいいんだろうっていうことをまた違う目線で、うん、今度4年目5年目って違う目線でまた考えられて、うん、でその中でまたこの1年目2年目3年目で見えなかったことがまた4年目5年目で見えてくるっていうのはすごく感じていて、うんうんでまあ、今回、まあ、来年の3月が6周年になるんですけども、うんまあ、それに向かっていくためにじゃあ今どうしないといけないのかっていうのを今また模索中っていう感じですね。そうですよね、うんまあ、さっきの、ね、石の上に3年っていう形でですね、うんはい、やっぱりまあ、多分ね 99% ぐらいは、はいまあやっぱり
創業して、はい、やっぱどっかで経営者の方々ですね、はい、まあつまずくってわけじゃないんですけど、はい、やっぱりうまくいかない時期が来て、はい、非常にもう苦しみながら、はい、まあね、まあ、乗り越えていったっていうですね、はい、まあ、この番組にもう1年半ぐらいやってるんですけど、はい、まあ、そういった形でですね、はい、まあ、もう何十年もですね、うんうんうん、まあ、続けられている方もいらっしゃいましてですね、はい、っていうことがあったと、はい、だから、まあ、まあ、継続は力なりっていうんですね、はい、継続するためには、はい、どうしたらいいかとかいう感じでですね、はい、やっぱりやりながらやってるという感じで、はい、じゃあ、その苦しい時 の、 このメンタルが落ちた時とかですね、はい、もう気持ちっていうんですか、はい、どんなこの持ち込んでるじゃないですか、はい、もうお洋服はあの赤のあそう、はい、ブルーになられてですね、はい、で時に、はい、まあ、ね、はい、この気持ち私も経験ありますし、はい、そういったんですね、はい、その時にあってどうやったら、はい、このブルーの気持ちを、はい、変えていこうっていう。そうですね、本当に最近気づいたんですけど、うん、落ち込んでる時に無理やり気持ちを上げようとすると余計落ち込むことが分かったんですよ、うん、なので最近はもう落ち込み切るっていうか、落ち込み切る、もう徹底的に落ち込む、うん、でなるほど、そう、徹底的に落ち込んだらもうあと上がるしかないっていうのがやっと分かって、うんうん、こう落ち込むんだけど中途半端に上がろうとするから苦しいっていうのもすごいなんか最近気づいたんですよ、うん、で結局もがくからなんかこう無理やりポジティブに持っていくと、うん、なんかその気持ちはポジティブじゃないのに無理やりポジティブに持っていくから余計なんかこうそのポジティブさが切れた時にきつくなるというか、だからネガティブをもう感じきるっていう、だからもう辛いよね辛いよねって自分で言うんですよ、うん、辛くていいんだよって、うん、でそれで自分で自分に、こう言葉をかけて、で、その感覚を味わう、うん、でこの感覚を味わい切ると、うん、もういいやっていうなんかなんかなんていうんですかね、もういいよねこれ以上はっていうポイントがあるんでそこからはもうあと上がるしかないっていう、うん、最近そのなんていうんですかねを気づきました。はい、違う意味でお仕事できるんじゃないですか、はい、ありがとうございます、はい、メンタル的なね、そうです ね、 ね、体もね、はい、ね、鍼灸で癒しながら心の方のケアもですね、はいはい、そうですね、はい、やれ、はい、こういうのはいいですよ皆さん来てください心のですねメンタルまで、はい、体だけじゃなく、はい、心のメンタルもですね、はい、仲間さんが、まあ、はい、やっていただけるというですね、はい、まあ、形でですね、はい、はい、はい、じゃあ、そういった、時に落ち込む時に、はい、もうまあまあ、落ちるまで落ちてもいいやっていう形で開き直りながらっていうところをやって上がろうとせずにっていうふうにされていったわけなんですね。はいはいはい、であとはまたそういう時に、うん、なんか自分私の場合だったら好きなアーティストさんがいて、うん、でその好きなアーティストさんの曲の中で自分でテーマソングを決めるんですよ、うん、だからこの歌詞とか見て、うん、あ今この自分の状況に、うん、すごい自分の応援ソングみたいな、うん、だから落ち込んでる時にその曲をかけながら、うん、こう例えばサロンと家の行き帰りだったりとか、うん、こうどっか出かけるときに、うん、でそうすると自分の好きな人が、うん、こう自分のために歌っている曲になるので、はい、結構これは聞きます聞きますあ、なるほど、好きな曲を、はい、もう決めて聴いて、はい、そうです、自分のも応援ソング、応援ソングテーマソングにするんですよ、テーマソングです、はい、はいはいはい、いいですね、これいいです、はい、僕もよく車の中でやってました、はい、あ、やっぱ皆さんやってるんですね、車の中が、車の中がね、はい、まあ、逆に言えば、はい、自分の空間が作りやすいっていうですね、はい、こともあってですね、そうですね、やったりとかですね、はい、していくという感じでですね、はいはい、よかった、まあ、それでまあ乗り越えて、だその時ってあれですか、はい、また、まあ、この苦しい時期の時とか、はい、人との出会いとかなかったですか。あ、でもそういう時に、うん、やっぱ助けてくれる人に出会ってるなっていうのは、うん、すごくこうなんだろうな、ご縁とタイミングもあるとは思うんですけど、うん、すごい自分も恵まれてるなとは思っていて、うん、やっぱそういう時にこう力になってくれる方が、うん、やっぱ一人二人って現れてきますね、うん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 、そういう時にやっぱり、まあ、そういった時に出会いがあって、うんうん、はい、まあ、その人その方の、うん、まあ、一言二言、はい、言葉とかですね、はい、それとアドバイス、そうですね、はい、という時に、はい、でも聞いた時に、はい、あ、
って感じで。そうですね、うん、やっぱりあのこうなんていうのかな、うん、落ち込んでる時とかって、うん、こうそこしか見えなくなってるって言えばいいですかね、うんうん、っていうのがあるんですけど、うん、やっぱこう違う人の意見が入ってくると、うん、結局見えてなかった部分を見せてくれるというか、うんうん、あそういえばそこもあったねみたいな、うん、やっぱ気づかない部分が結構あるので、うんうん、そういった部分を、こう要所要所で教えてもらってる感じがしますね、うんうん、ね、いい話仲間さんですね、いろいろ、うん、やってもらって、また続きをですね、まあ、ちょっとまた来週ですね、はい、引き続きですね、はい、聞かせていただこうと思ってますので、はいはいはい、それではですね、この番組は、沖縄の企業を元気にするシーマコンサルティング株式会社キャリアアンダスタディの提供でお送りいたしました。来週もですね、こういうような、ね、仲間社長にですねお話を聞きたいと思いますので、はい、次回も水曜午前10時半沖縄ビジネスサテライト、来週も、素敵なゲストをお招きしてお届けします。あの人に学ぼう、おきびしでー。